あいつ無事でいるか心配だな。何？ベロニカがめっちゃくるくる回ってるんだけど。ルパスとルコは連れ立って石の村に向かっていった。まあ、ちゃんと定住できる場所があるってことでね、あの親子にとってもいいんじゃないかと。でも情報屋ってそんなに役に立つんかな。いや、復興した後ならまだわかるんやけど、今復興中やけんね。でなんだ、どこだ？次、なんか雪国のなんつった？まず雪国やけん。まず雪国やけん。このあたり？クレイモランとかかな？まあ、一旦クレイモランに飛ぶか。で、今度はあれよね、街中じゃなくって、聖獣がどうたらこうたらって言ったよね。とりあえずクレイモラン地方に、この辺に馬を呼び出せる場所はないのか。何してんの君たち。最近やけに海の魔物が増えて、商船が次々に襲われてるらしいぜ。海に出るならあんたたちも気をつけな。なんか必死に訴えかけよるよ。クレイモランに向かっている商船が海の魔物に襲われて沈没したそうですよ。幸運なことに船員は無事だったようですが、最近は海の魔物が活発化してますから、今後の航海が心配ですね。あ、そういえばさ、人魚の国はどうなったんやろ。まだ無事ってことやろ、あれ。ね、巻き戻ったけん。行きたいね。絶対そこでもイベントあると思っとんやけど、私。ないかな。とりあえず、石の復興したら。どの辺？シケスビア雪原？シケスビア雪原しかないな。とりあえず行ってみるか。雪国って言ったし、なんか聖獣がどうたらこうたら。町ではないもんね。森とかそういうことなんじゃないん。とりあえずこっちから行く。わーん、ぶつかりたくなーい。あっとるかな？聖獣がおる場所ってどこよ？そんなとこあった？聖獣がどうのって言ったの？山？森？とりあえず森近いけん森の方行ってみるか。近い方から、ね。この先、ミルレアンの森、危険につき立ち入り禁止。しかし私は、果敢に挑んでゆく。大丈夫よ。レベルも高いし。何を探せばいいんやろうな。全くわからんねえけど。ね、特にマークも何もなかったよ。これただの敵やろ？聖獣？何あれ？あれは敵よね。このなんかもやもやなりよるの。敵よね。まあ、とりあえず道なりに進んでいってみるか。道なりに進んでいきよったら何かしら、おるとすれば、何かしらおるやろ。最後まで行ってみておらんかったら、もう山の方行く？聖獣って言われてもよくわからんな。本編進んで生きよるときになんかそんな話あった？でも多分記憶力のいい人とかやったらさ、普通にこう、聖獣、雪国の地方の聖獣がどうのって、お、滑った。って言われたら、あいつってなるんやろ、きっと。こっちの方向かな。多分行き止まりとかにはおらんと思いたいんやけど、どうかな。どうなのかな。これただの敵よね。敵も滑るんかな、足元。こちらのレベルが高いことによって誰も近寄ってこないことが、すごく救いだわ。まあ、だってあれよね、ストーリー上で出てくるとしても、やっぱそういうのって、一番奥地とか、
それかまあ中間地点のどこか中間地点になんかそれらしい場所があったりとかすると思うけん、わかりやすいと思うよね。こいつらではない、この先か。なんもおらんのやないん。おるんかな、おらんのかな、この場所じゃないんかな。どんなのかもちょっと全く、ん、なんか最深部、これは、あれ、あ、これ、ムンババじゃ、敵じゃないの、敵よね。でも今撃とうとしたけど撃てんかったんやけど、どうした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 、超荒れ狂ってんだけど。おお、来た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 、ムンババじゃ。なんか急激にね、あれ狂って戦闘に突入したんやけど、でもその辺のモンスターとは違うってことよね。なんかムービー入ったってことは、これなんかな、大して記憶にないんやけど申し訳ないけど大して記憶にないんやけど、こいつかな。あ、よかったシルビアさん装備よかったシルビアさん装備しとって、よしねえ、奥から引きずり出してこられて何の武器も持ってないとかいうことになるところやった。あぶねえ、あぶねえ。え、なに？なんと倒したはずのムンババジャが復活した。復活されたら困らない？どうやら特別な方法で倒さないとムンババジャにはとどめを刺せないようだ。なに？特別な方法って。え、なんか習ったっていうか、え、なんか、あったっけ？え、待って、微塵も覚えてない。え？びっくりするぐらい微塵も覚えてないんだけど。ちょ、待って待って待って。ちょ、一旦、ちょ、回復しに戻るね、私。ここでなんか聞けるかな？情報。そしてちょい、みんなを復活させなければ。わー、めっちゃ、びっくりするぐらいめっちゃ久々に、全滅し、全滅、まあ、全滅。全滅？どうしたことでしょう？最近私の耳に誰かの悲しみの声がぼんやりと聞こえてくるのです。これは、薄暗闇で嘆く女の子の声。感じます。バイキングの明日の北から少女の声がかすかに聞こえます。あれ？妹助かってない感じ？助かる前まで戻っとるってことか。そういうことか。え？それ助けんといかんくね？普通に。生き返らせます。せっかくやっつけたと思ったのになぁ。で、ちょいちょいちょい。いや、違う違う違う。なんか言いたそうやったね、カミュ。妹のことやろ？ちょっと待ってね。満タン。で、入れ替え。じゃあ、メンバーをね。どこで話を聞いたらいい感じかな？わからねえぞ。わからねえぞ。なんか物知りそうな感じの人。最近、雪原にいる魔物が急に強くなったが、リーズレットが協力してくれて、おかげで、なんとか物を退治できているよ。さすが氷の町だけあって、彼女の呪文は凄まじい威力だぞ。なんとも心強い限りだ。氷の呪文でとどめを刺すとかそういう感じ？違うかな。リーズレットを連れていくとか、別にできるかどうか知らんけど。あの人なんか物知りそうかも。この人。いや、君か。久しぶりだな。実はかつて君が倒した聖獣ムンババが復活したという噂があってな。
あ、聖獣って言えるね。かつて倒したんか。記憶にね。それだけならばいいのだが、聞けば復活したムンババは、ミルレアンの森に居座り、訪れる者たちを襲っているというではないか。襲われたよ、めっちゃ強かった。私の研究によれば、聖獣たるムンババが、本来かような振る舞いをするはずないのだ。悪しき力に染まったとしか思えん。古代図書館にある、森の守り神という書には、ムンババを悪しき力から解き放つ方法が書かれていると聞いたことがある。おー、これか？古代図書館ってどこ？クレモランにある？森の守り神。あのまま奴を放置しておくのは忍びない。古代図書館に行き、森の守り神を読んで、ムンババを森の元の聖獣へと戻してはくれまいか。古代図書館とは、外かな？外なのかな？街の中に一応そういう記述はなかったけん。どの辺にあるんだろうか。古代図書館とやらは一体どの辺にあるんだろうか。きっと違う。でもなんかそれっぽい建物ってことよね、きっと。どれがそれっぽい建物か微塵もわからんねえけど。わからないな。あ、でもなんか建物の中になんか、どうなんやろ。どの辺だ？建物の中にマークがあるところとか違うかな？この辺。これ酒場やんね、思いっきり。ってことは違うな。確実に違うな。古代図書館どれ？どうしよう。バイキングのアジトちょっと行ってみよっか、先にね。ちょっとわからないんで。バイキングのアジト。古代図書館とかないやろ、ここ。ないないない。じゃあ、バイキングのアジト行きます。エイサホー、旅人が来るとは珍しい。ここは北の海を股にかける、あしらバイキングのアジトでやんす。旅の門があしらなんのようで？クレイムランの城下町に行きたいなら、海に出て湾内を東へ向かった先でやんすよ。すごい丁寧なんですけど。めちゃくちゃ丁寧なんですけど。あれ？ここじゃなかったっけ？妹のとこって。違った？普通になんか、おるね。人。船の修理に積み荷の確認。それに親分たちの酒の準備っと。あっしはこのバイキングに入団して、まだ日の浅い新入りだもんで、毎日こき使われてるでやんすよ。お、なあ、あゆな。お前の都合が良い時で構わない。聞いてもらいたい話があるんだ。船で行けるクレモラン地方の外れに、バイキングどもが暮らす洞窟がある。ここだよ。その先の扉のある場所まで行ってくれないか。オッケーオッケー。扉の先ね。やっぱ妹よね。でも妹ここにおるとしたらバイキングの人たちみんな知っとんやない。ほら、めっちゃ普通にみんなおる。なんだ？酔っ払ってんのか？この奥の広間で飲んでいたんだが、公開後に飲む酒があまりにうまくて、つい酔っ払っちまった。ふわー、このまま横になって寝ちまいたいぜ。今なら夢を見られそうだ。扉は、これかな、扉。とりあえず、ここには、おらんぽいけど。このアジトに客人とは珍しいな。俺様が率いるこのバイキングに何か用でもあるってのか？言っとくが、悪さなんてしてねえぞ。俺様の興味は冒険とお宝。それにうまいラム酒だけだからよ。おかげで、それ以外のことには疎くて、最近世の中で何が起きているのかも、さっぱりわからねえがな。ガハハ。あっちか？いや、あれは違うな。閉じ込めるところか。私はバイキングどもの用心棒さ。腐れ縁で数年前に雇われて、今じゃ仲間も同然になっちまった。あんたは何か訳ありな感じだね。事情は知らないけど、目的があるならこんなとこにいないで、他の場所は当たりなよ。あいつ、無事でいるか心配だな。何？ベロニカがめっちゃくるくる回ってるんだけど。びっくり。まあ、しぶとい男だから、どっかで生き延びてるとは思うが。神のことかい？ここに集められている金銀財宝は、あっしらバイキングが各地で集めたお宝でやんす。
げえ、俺のもんじゃないとはいえ、見てると思わずにやけちまう。お宝の輝きは最高でやんすな。まあ、確かにこれはにやけるね。ここにもあった。この音がまたいいよね。ん、こっちかな。あ、こっちの。あの先か？びっくりした。なんかおった。敵がおった。この先じゃない？多分ここ入ってすぐのところな気がする。固く閉ざされている。なあ、聞いてくれ。うん。こんな時にすまないが、お前に大事な頼みがある。妹ちゃんね。マヤやっけ。そんな名前やった？この扉の奥には、俺にとってどんな財宝よりも大切な奴がいる。そいつを、お前に助けてもらいたいんだ。それはもちろん。そっか、元に戻ってしまったんやね。神はアイナに自らの過去を語った。5年前、妹のマヤが黄金となり、逃げるように旅に出たことを。もうクリア後の世界やけん、2回目やけんめっちゃなんか、はしょられとるけど。そうしてあてもなく旅を続ける中で、俺は預言者を名乗る男と出会い、そいつから、とある預言を受けたんだ。伝説の宝珠を集め、地の底で出会う勇者に力を貸せ。さすれば、お前の食材が果たされるだろう。神は出会った預言者は男の格好をしとったんか。出てきたっけ、神の冒険の時。この奥にあいつがいる。ちゃんとおる？一回目来た時はもうおらんかったよ。ねえ。あ、おる！おる！マヤ。ってことは今ならまだ、ねえ、悪いことをせずに。お前との旅の中で。敵の幹部みたいなのにならずに済むわけやん。勇者の剣の力なら、ね、この呪いも打ち破れるかもしれない。頼む。黒歴史なく助けられるかもしれん。どんな姿になっても、こいつは、前は俺の妹なんだ。でね、あのお兄ちゃんがちゃんと助けに来てくれたってことで、一回も絶望することなく、いける？お、元に戻った？あ、戻っ、え、戻ったのでは？あ、ほらほらほら。お兄ちゃん。俺、不思議な夢を見てた。すごく寂しくて、怖くて。でも、最後はあったかい夢。その夢の中で、兄貴たち、俺のこと助けてくれてた。未来の世界だね。ごめんな、マヤ。よかったよ、今回はちゃんと助けられたよ、きっちりと。いいよ、許してやる。予言は本当だったってことか。ありがとうよ、おかげで俺の食材は果たされた。いいえいいえ、よかったよかった。今度は俺がお前の期待に応える番だな。よろしく頼むぜ、相棒。どうするの君は。俺の体はもう大丈夫。なんていうか助かったよ。ありがとう。でもそれよりさ、
どうやら俺の首飾り、さっきので黄金に変える力がなくなっちゃったみたいなんだ。せっかく大金持ちになれると思ったのに、バカ兄貴とその連れたちのせいで、結局貧乏のままってわけ。こうなったらバカ兄貴にはきっちり責任取ってもらうからね。今の連れたちとの冒険が終わったら、俺と一緒にお宝を探す旅に出ること。それが兄貴にできる食材ってやつだよ。これのこと？今の連れたちとの冒険が終わったら、妹と一緒にお宝を探す旅ってさ、あれやんね。今月出るやんね。なんなら今ね、これ撮影しよるのが12月8日なんやけど、明日出るんよね。12月9日じゃなかった？カミュとマヤ、二人がメインの、なんかそのお宝探しゲームみたいな。それまで俺に首飾りはあんたらに貸しといてやる。だから絶対に返しに帰ってこいよな。めちゃくちゃ人気やったんよね、二人。スピンオフができるぐらいの。アイナは海賊王の首飾りを受け取った。あ、じゃあ時間軸どこなんやろって思いよったけど、もう完全に、この話が全部終わって平和になった後ってこと、ごめんね、腰痛いおじいちゃん。そういう時間軸ってことやね。なるほど、なるほど。そうなんや。出会う前の話とかなんかなって思ったけど。もう大冒険して終わった後や。てか結局、バイキングにおるまんま？妹は。ねえ、未来の世界、もう一つの世界では、クレイモランの教会とかにおったけど。てか、ここのメンバーは、急に復活して出てこられたらびっくりするんやねん。てか、知っとんかな？別に話す内容は変わってないな。知らんのかな？あいつって言ったのも多分カミュのことやろ、きっと。こいつが。結構出て行ってから立っとるってことなんかな。やとしたら、マヤのことも、知らんメンバーとかもおるんやないん。最近入ってきたばっかりの新人さんとか。あ、そっか、ここまで戻ってきたけど、ルーラで来たけん、ルーラで戻ればいいんか。多分ね、古代図書館外にあるんやと思うけん、まあまあ次回行きますか。そこにはね、外なんかあったっけな。なんか森と山しかなかったくない？その辺、まあ走り回りよったらわかるんかな。まあ、ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、とりあえず、そうやね、古代図書館がどこにあるんか、この後確認して、次回、ちゃんとたどり着けるようにね、しときたいと思います。